行きましょう。こっちしましょう。すごい思ったよりだいぶ効いてしまいます。大潮だからね。すごい潮がやっぱ動くんだよね。ギリギリまで持ってきたのに。うん。これね。はい。カメラ持ってるからさ、カメラ重たいもんね。これでいいのかなと思って。カメラ重たいし。しゃあないしゃあない。ね。私いつ乗ればいいの？今も乗って軽いけど。よいしょ。よいしょ。はいよ。この水が入ってるそれ一番前にやらん。下に。でその上に邪魔だったのバッテリーとかを置けば。もう日焼け対策はしっかりしてます。ボール準備。ボール準備。ちょっとカメラ撮ってる場合じゃない。一回消すね。ちょっとこのままでやってみる。あ、落ちる落ちる。危ねえ。難しいんだよ。一生懸命オールこいでます。あ、痛い。これ餌をクーラーの上に乗せればよかった。最高だね。あ、そう。二つ飲み物だ。
今根をこうしたからこの辺かなと思ったら結構飛んでいく。この釣れる方の竿を上げるから。え、楽しんでちょうだい。釣れる方のって言ってもダメにしたらダメでしょ。いや、あの何て言うんだっけ、当たりがあったらさ、糸がバーって走るじゃん、うん、で、その時に止めないといけないね。何を？糸をここをピッて、ピッて押す。ああ、待たないといけない。ほんと、久しぶりだからちょっと忘れてる。やり方は、うん、ここ手で出すじゃん、うん、で、ちょっと出してピッて上げて。あ、私こう、前こうやった。こっちの方が、いや、これはこっちの方が楽。そう、ここでちょっと出して、でここら辺がほらわちゃわちゃなるよ、うん、でこれがなくなるまでこうちょっと出してあげて、はいはいはい、するする。で 20m ぐらい、今深さが 42m15m ぐらいでいかないったん。で出した時はもうちょっと竿先を下げて、うん、竿先を下げた状態で出して、で上げる。そしたら出てくる。ああ、うん、なるほど。15メーターまでして、今のメーター 4.2。 どんどん出していいのじゃん、うんうん、あー今日暑いねえ、いい天気だ。今日は釣り日和です。風は全くないね。もう今日は朝早く起きて草刈りをしてから来たので、うん、もうね疲れてます。だって今の時間がもう11時ですもん、うん、釣り開始時刻が11時。ゆっくり来たからって夕方までゆっくりするんじゃなくて、今回も相変わらずタイムリミットは決まってて1時間2時だね、うん、遅くて2時だね、だね、うん、もう遅くても2時には短期勝負でいきたいと思います。これは止めるのどうしたらいいの、うん、これいや、当たりがあったら、うん、あのハンドルを回したらカチャってあブレーキになるから、とりあえず糸がシャーって出るから、うん、フリーにしてたらこう出るじゃん、うん、でシャーって出るのを一旦指で押さえてから、うん、そいつを巻き始める。あ、はいはい、シャーって出る。多分逆に持ってた方がいいよ。どこどこ、そうそうそうだよね、うん、普通に考えてそうだよね、うん、これ 300m 巻いたよね。じゃあ 200m か、うん、ほらここでさ、本当だ、電車をつぶしたところがあるから絡むんだって。もったいな、多分もったいないから電車結びしたんだよね。あ、これでも俺やったの俺じゃないよ。はい、出ました、お得意様です。お得意の人のせいです。もうお得意だよね、人のせい。うまくいったら自分のおかげ。くれる？どうする？くれた方がいい。何？船。船よ。船、船変えたんです。今その下り。うん。とてもこうお久しぶりの動画になってしまって、皆さんお元気でしょうか。私たちは、相変わらず元気にしておりました。動画自体は久々なんですけど、釣り自体は、まあ、数さん一人でも私、夫婦でも来てたんですけど、まあ、釣れたけど動画にはちょっとしてなくて、久しぶりに動画してみようかっていうことで今回回してます。で、変わったところといえばこの船なんですけど、多分今回が動画では初お披露目となる、なってると思います。今までは二分割ボートとかカヤックとかで釣りしてたんですけど、やっぱり手間の問題とか、あと置き場所問題とか、なんかいろいろありまして、結局この何ボートっちゅう、ミニボートかな、ミニボート、ボートエース、はい、まあ、手軽っていうのと、もうほんとまあ軽いっていうことですかね。結構やっぱり手軽だよね。
うん、準備にも時間がかかるし掃除にも時間がかかってたので、まあ、結局いろいろ試してこれに落ち着いたっていうところです。結構いいよね。いいよね、うん、やっぱり、うん、そのやっぱりさ一つにしたことによって道具がまあ、一種類で済むというか、うん、まあ、火薬用ボート用っていう道具を揃えないといけないデメリットがあったんだけど、うん、まあ、それが解消されて、うん、まあ、よりコンパクトになったよね、うん、準備時間も装備もそう置き場所もすっきりしました。当たりないな。ちょっとずつ出してね。え、出すの？うん、ピューってちゃんと。いや動かさないでいいから。違うじゃん。あ、ここあ。自分でゆっくりでいいから、ね、はいはいはい。それでちょっとずつ当たりがあるところまで一旦出して。当たりがあったらピューってでいいから指で押さえてね。うん。なんかとりあえずは一旦弾を。え、ピューってさ行ってもうすぐここレバーを回していいの？うん。ピューって行ったらもうピューって行ったらすぐ止めていいから。あ、まあ。前はこれだと こんな感じ。グルプって。うん、でも合わせてからグルプって、うん、今のこの間マダイを釣ってきたんですけどカズさんがめちゃめちゃ脂乗っててすっごい美味しかったんですよ、うん、だから今日はマダイ狙いなんですけど黒も美味しかったね。黒も釣ってきてくれたけど、うん、黒も美味しかったけどマダイはめちゃめちゃ美味しいです。今の時期今の時期なのかな。おっしゃ来た、うん、いいなぁ。え、何メーターだった？32メーターやっぱそのぐらいだね、うん、でも、うん、めっちゃちっちゃい。めちゃくちゃちっちゃい。え、私もやっぱ取られたんじゃないかな。ドキドキするもうこれでも本当にリリースはね多分手のひらもないと思う。そんなに、うん、本当だ。何しかもイサキじゃん、イサキじゃんだよ。初めて見せた。先が来てから全く当たりがないのでご飯の時間にしたいと思います。時刻は11時40分ですね。何も来る気配ないけど、まだ多分糸馴染んでないと思う。来てる。あった。巻いて巻いて巻いて。あ、来た。結構でかい。あ、結構引くよ。あ、でもそんなかも。いや、多分結構でかいよ。待て、無理しないで。何何何。負けるときは巻いて、相手がトントンって言ってるときはもう。あ、トン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 。あ、マダイだな。トントンする。マダイだ。じゃあ何メーターだった？39ぐらいだったはず。39いってないか。35ぐらいかも。でも言うてもそんなにだよ。わ、すごい、トン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 言う。あー、でも全然かも。うん、来ました。じゃーん、やったー。 あれ絡まってる。イエーイ。もうちょっと大きかったらすごいいいサイズだったんだけどな。美味しいサイズやったね。32メーターだったかな。2メーター、ね、ちょっと待ってちょっと待って、さっきから心配なんだけどたるみすぎ。これ一回全部出してでここら辺に絡んでいいと切れるからさ。怒られてます。ちょっと考えていいとか。私怒られてます。
何メーターだったっけ。32ぐらいだよ。やっぱり32ぐらいなんだ、うん、今日のそのぐらいがいいですね。いいですか。いいですね。そのぐらいまで出しましょう。ちょっと手前、やっぱり28メーターらへんから過ぎた方がいい。うん、好きなように。外れたかな。うん、動画にならんだこれ。あ、糸出して。あ、うん、糸出して。ここベロ返して。はい、来たのに。やってまいりました。うん、もうちょっとだ、もうちょっと戻る。手で押さえてて、親指で。じゃあ、ギッと押さえて。なくなった。まだ。はい。あ、もうちょっとかな。ギュッと押さえてた。押さえてるって。はい。オッケー。なくなった。あ、いや、まだなんかここにちょびっとあるのよね、これが。なくなった。あ、今なくなった。うん、巻いて。いい？うん。待って。はい。待って。はい。はい。負けない。ほな負けない時っていうのは何？ピクピクはしてんの？はい。絡まってる、まさか。何が？いや、ピクピクしてるよ。根に潜られたかな？いや、根に潜るってことはないと思う。どういうこと？え、でもピクピクしてるよ。上がる。上がるかも。え、ちょ、いや、糸がさ、途中で多分絡まってるかもしれない。どういうこと？絡まってるっていうか、下のロープに。あー、そういうこと。うん、あ、ロープってこと。うん、これ、うん、なんだよ。いやいや、かかってんだけど、途中でなんかロープの何かに引っかかってる。ちょっと揺れますね。でも一応ゼロじゃん。なんで？ちょっと待って。何だっけ、最悪じゃん。なるでしょ。もう最悪。え、何これ。初めての花だった。なんだこれ。これでもいっぱい巻いてあるから。まあまあしょうがない、こういうこともあるさ。これ何メーターだったの？これ300メーター、ほぼ300メーターぐらい巻いてる。ああ、相当予備メーター巻いてるから大丈夫だと思って。お、うまく割れた。うまく入れてる。シャッシャッシャって。
名称じゃないから言えることだよ、そんなの。冷え性じゃないから言えることだって。何？冷え性。冷え性の人は大変なんだよ、本当に。ほら、またキャンピングカーが来た。絶対私に何か言ってる。分かんない。あ、行った！行った！じゃあ巻いて巻いて。巻けないんだけど。巻きの方はドラグを調整してね。巻きをカチッとする。巻きをカチッと。どこ？カチッとこの方でしょ？はい。カチッとどこまで？ぶち切れて言わなくて。なんかな。ああトントンするけど。あまだかもね。うん。いいね。40メーターぐらいだったよ。ゆっくりでいいよ。40メーターぐらい。12時38分。なってきたか。こんなに大きく、あ、さっきと同じぐらいかも。あー、いいね、いいサイズじゃん。いいサイズじゃない？上げれる？上げれる、全然。ほら無理するからそうなるんだよ。あげれてないじゃん。あげたいのよ、この間の美味しいサイズとよりちょっとちっちゃいぐらいやな。いいね。お、ちょうどいいとこにかかってるよ。わー、ハモギザギザ。うわ、いいわ。美味しい間違いないだ ね。嬉しい、ありがとう。うん、まだいい。We used to hang around town pretty late. Spent the week thinking about it next day. It was easy. 40メーターぐらいでいいかもよ。すごい、おいしそう。おいしそうだ。I've had some things to figure out, but now that I'm done, I'm full of doubt. Was it easy for you? Yeah, was it too easy for you? You used to say that you would always